ヌールッタ駅は、オーストラリア南オーストラリア州ソールズベリー市にある、アデレードメトロゴーラー線の駅である。アデレード駅より 21.5km 離れている。駅周辺には、ペンフィールドゴルフクラブやソールズベリー高校、北、ソールズベリー R-7 小学校が存在する。ヌールッタ駅は1950年に開通した。当初駅には、 全長91メートルのプラットフォームと小さい待合室が備えられていた。1976年まで、ヌールッタ駅はアデレードの鉄道の中で踏切の両側にプラットフォームのある唯一の駅であった。線路と交差するコマーシャル通りの開かずの踏切状態を防ぐために、現在、ゴーラー線の列車はヌールッタ駅に停車する前に踏切を渡し切るよう、 指導されている。この工夫は、ヒルバーン駅やムノーパラ駅でも適用されている。サウスオーストラリアンデールウェイズワーキングタイムテーブル、ブックナンバー265エフェクティブ301974ウィキメディアコモンズには、ヌールッタ駅に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。